ちなみにやったことはありますか？僕は少しだけ。なんであるんですか？なんであるんだよ。いとおかしい。パンチ。奇遇だね。キュンスタ。どうも長谷川れなです。そして、はい、総合学園ヒューマンアカデミーパフォーミングアーツカレッジ2年の高木優香です。はい、総合学園ヒューマンアカデミーパフォーミングアーツカレッジのコンタ正宗です。はい、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、声優になろうをやりたいと思います。イエーイ。ちなみにやったことはありますか？ないです。ない。僕は少しだけ。なんであるんですか？なんであるんだよ。じゃあルールはみんな知ってると思うので、はい、詳しくは調べてください。はい。じゃあ早速やっちゃおうか。やっちゃいましょうか。はい、なるほど。じゃあまずはオーディション内容。はい、こちら、でれん、ファンタジアオブドラゴン。なんというドラゴンの惑星が舞台のファンタジーアニメ。なるほど。今回こちらのオーディションに参加したいと思います。はい、そしてじゃあキャラクター。はい、でれん、お、あら、うわ、いそうですね。でも詩人、詩人、うんうん、マッドサイエンティスト、ロボ、ロボ、なるほど、うん、主人公の永遠のライバル、なるほど、あ、悪魔ボス、なるほど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 。今回この5キャラの中からやっているんですが、はいはい、こちらをね、はいはい、まず好きなところから7枚引いてください。好きなところから、はい、じゃあ見て、はい、ほう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 、じゃあ、悪のボスいっちゃおうかな。おっと、悪のボス、なるほど、頑張るぞ。でもちょっとどうかなって感じなんですけど、はい、じゃあ来ます。はい、ママが教えてくれた世界は禁断の愛。お、好きだ。30秒で準備しろ。おすごい、すごい。優しい役、なんか理由がありそう。そうなんですよ。じゃあ、僕が行かせてもらいます。コンタさん。はい、コンタ正宗です。はい、僕はファンタジアオブドラゴンの主人公の永遠のライバルを、なるほど、やらせていただきます。難しいところですけど、頑張ってください。はい、それでは、いきます。はい、奇遇だね。お前を倒す、見るがいい。チョコマカト、いい加減にしろ、バカめ。お、プレゼントだ。わー、よきよき。なるほど。このプレゼント何だと思いますか？このプレゼントはですね、必殺技ですね。なるほど、考えてらっしゃる。すごい、とてもいいと思います。じゃあ、ワキさん行きましょうか。そうですね、私もちょっとかぶってしまって申し訳ないんですけど、はい、悪の花を選んでいこうかなと。はい、じゃあ自己紹介からお願いいたします。はい、はじめまして、高木優香と申します。今回はファンタジア、オブドラゴンの方でですね、オーディションを受けさせていただきます。はい、はい、悪の花をやらせていただきます。うん、まあ、主人公が最後の戦いで、うん、のラスボスとなる、はい、悪の花、悪の花じゃない、悪のボスに、はい、ずっと言ってますね、ずっと言ってますよ、その花って言って、申し訳ございません。はい、あの、はい、出会ってこう攻撃を受けるシーンですね。なるほど、はい、はい、ボスに、うん、それでは行きます。はい、しつこいわね。ショータイム、ここだ、ほれ。なるほど。投げた最後。ほれ。どうでしょう。じゃあちょっとせっかくなので1位を決めましょうかね。自分以外で、なるほど、いいなと思った方のじゃあ名前を言いましょう。せーの、コンタさん。待って、これはちょっと待って自分で言ったけどそうなるよね。だからごめんそういうことだけど。ヒュースタ。じゃあ次がラストです。はい、続いてのオーディションはてれん、レジェンドソード、打倒魔王、はい、最果ての地を目指す冒険アニメ。かっこいい、冒険アニメね。冒険、なるほど、なるほど、なるほど。キャラクター、はい、結局死んでる。おおおおお、いそうですね、いそうですね。おお、あら、
腹話術師、陽気な外国人、はい、背中で語れるタイプの頑固な職人。なるほど、おお、なるほど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 。あ、じゃあセリフ見てみましょう。はい、行きますか。先にすいません。はい、はい、整ったんですか。整いました。うわー、すごいですね。はい、どうぞどうぞ。はい、じゃあ僕は結局やられる玉セイヌを気になりますけど、させていただきます。はい、お願いします。はい、それでは、コンタ正宗です。はい、今回はレジェンドソードのオーディションで結局やられる玉セイヌをさせていただきます。シチュエーションはですね、すごい強い敵かと思って、うん、主人公たちの目の前に出てきたドラゴン使いが、うん、その主人公たちの仲間にその師匠がいた時の、はい、セリフでございます。行かせていただきます。お願いします。はい、30秒で準備しな。ほれ、見えるがいい、ドラゴンだ。ほれほれ、バカめ、くらえ、プレゼントだ。すごい。ああ、奇遇だね。なるほど、以上です。すごい、アドリブも聞いてましたけど。ありがとうございました。じゃあ私行こうかな。はい、じゃあ背中で語るタイプの頑固な職人を演じさせていただきたいなと思います。はい、もう早速入ってますね。はい、よろしくお願いいたします。シチュエーションはそうですね、もう入ってる、はい、最初はやっぱりちょっと頑固な、うん、俺の背中を見て生きろみたいなことを言うタイプなんですが、はいはいはい、いざその子が立ち去った後、内心の気持ちだったりちょっと緩い部分が見えるような職人をちょっと演じてみたいなというふうに思いますね。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ちなみに男性を演じます。お、気になりますよこれ。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、お願いします。おい、そいつは動いたけ、消えろ。ブルマシーン、ワクワクするのだよ、好きだ、いとおかしい。本当はこっちだったみたいな。なるほど、はい、言ってしまったらもう愛止まらんみたいな。息子のように育ててきた男の子が旅立ちます、うん、でもやっぱ内心好きだし、行ってほしくないっていう気持ちを気持ち悪いぐらいに出しました。なるほど、なるほど、もうラインプレイ見れたんじゃないですか。頑張りましたね、ありがとうございました、はい、失礼します。ありがとうございました。行きます。はい、頑張ってください、はい、枚数は少ないんですけど、こちら、お、ほう、筋肉バカ、いきます。シチュエーションはですね、はい、もうムキムキのマッスルな感じで、はい、剣を持たずに、うん、素手でなる、かっこいいですね、戦っていく系のキャラクターをちょっとやってやろうかなと。はい、お願いします。はい、ただ壊すだけだ、食らいなさい、パンチ。弱食らいなさい、パーン、弱かった。画面を外したらヒョロヒョロだった。着ぐるみかな、あれ。なるほど、ありがとうございました。はい、じゃあ決めましょうか。お願いします。じゃあ一緒に名前呼びましょう。はい、はい、せーの、コンタさん、やったー、おめでとうございます。僕これからこれ出演するんで、はい、よろしくお願いします。レギュラー決まりました。ヒュースタ、楽しかったですね。ぜひ気になった方はね、ぜひご家族でもお友達でも誰でもできると思いますので、楽しんでみてください。はい、ということで、この動画がいいと思いましたらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。